はい、こんにちは、山本の小林です。今回はエレベーター250ですね。エレベーター 250V になるんですけども、まあ要はですね、エレベーターの昔にもあったんですよ。そのエレベーターになると、まあ並列2気筒になるんですけども、まあ V っていうからにはですね、 V 型の2気筒だというところになっておりましてですね、まあね、もう気軽に乗れる 250cc の、もう車検もない 250cc ですよね。そんな車両が入荷してまいりましたね。もう気軽に乗っていただけるような代物ではないでしょうか。基本的にまあお求めやすいとは思いますけどもね、お求めやすい価格帯にできる限りさせていただきたいなと思いますのでね、ぜひぜひこちらの車両チェックしてみていただいてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。こちらの車両販売車両になっておりますのでね、こちらの車両の概要欄をご覧いただければですね、まあこちらの車両の販売先などですね、写真などですね、載せております。ピックか具合かどちらかで、広告させていただいておりますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。でね、こちらの車両の年式なんですけども、2004年式となっておりまして、2004年式の車両になりますね。まあ今からでも18年ぐらい前かなと思うんですけどもね、基本的にね、やっぱりね、もうピッカピカって言うたらね、もうこれはもうちょっとね、そういうことではないのかなと思いますけどもね、だね、傷ついてる部分とか綺麗な部分とかも含めですね、一点一点説明していきたいなと思いますね。カメラ越しに撮っていくような形になりますのでね、要チェックしてみてください。よろしくお願いします。ということでですね、まず鼻周りから説明していこうかなと思います。いかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、ね、基本的に綺麗でしょ。なんかほんまに細かいところで言うたらね、ちょっとしたメッキの浮きとかもね、あるのかもしれないんですけども、いかがでしょうかね。基本的にね、そんなグスグスっていった車両ではございませんのでね、ご安心いただければなと思います。はい、ハンドル前から見たらこんな感じですね。はい、実際問題やれてる部分はございますけどもですね、黄色い綺麗じゃないでしょうか。はい、そしてこちらの車両の走行距離なんですけども、22,799km となっておりましてですね、で、タンクの、ここカバーのここなんですよ、メッキの浮きですね、ございます。はい、まあね、ご覧になっていただければなと思います。そしてキャップとかもね、メッキでちょっと沸かしたような跡がありますね。はい、よろしくお願いします。そして、まあ、ちょっと見にくいんですけども、基本的にタンクの中身、基本的には大きな差がなく綺麗でした。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてその次にヘッドライト周りになるんですけども、いかがでしょうかね。基本的に綺麗じゃないでしょうかね。多少のね、傷等はあったりはしたんですけども、綺麗じゃないでしょうかね。はい、でウィンカーのね、自身は変更されているようです。はい、よろしくお願いいたします。はい、そしてフロントフォークのインナーなんですけど、基本的に大きなあのね、サビ、点サビとかになってね、フロントフォークのオイル漏れ等は心配ないじゃないでしょうか。よろしくお願いします。そしてフロントフェンダー、基本的に大きな割れ等はなかったんですけども、ここですね、若干傷ありまして、タッチペンなどございますので、あらかじめご了承していただきたいなと思いますけどもね、バリバリっていうわけでもないですし、グスグスっていうわけでもないんでね、ね、ご安心いただければなと思います。そしてフロントホイール周り、基本的にはそのエレベーター 250V といえばですね、このね、ホイールがね、結構くすんでいるやつがめっちゃ多いんですよ。ただね、まあそこまでくすみはないんじゃないかなと思う。多少ね、くすみとはありますけどもね、ただむちゃくちゃくすんでるっていうわけじゃないのでね、ご安心ください。よろしくお願いいたします。そして、タイヤなんですけども、10部中で言うと大体なんですけども、こちらのタイヤはまあ7部や、まあ、6部やほど残っているんじゃないかなと思いますので、まあすぐ交換する必要はないかなと思いますけども、新品がいいんやという方はですね、新品の交換もできますんでね、ご相談していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、フロントのブレーキパッドの残り山具合で言うと大体なんですけども、こちらも6部や、5部やほど残ってるかなとは思いますんでね、すぐ交換の必要はないかなとは思います。よろしくお願いいたします。そして、フロント周りですね、はい、タンク周りになるんですけども、基本的に、ね、大きなへこみ等はございませんでした。あが、しかしですね、若干なんですけど、ここにエクボのような、へこみ等あるんじゃないでしょうか。そしてタッチペンの跡、まあ、分かりにくいですけどね、もう若干なこと言うてごめんなさい。で、タッチペンの跡ですね、これ、見ていただいたら、まあ、分かりにくいけど分かるかなと思います。そしてこちらもタッチペンの跡ございますので、その点はご了承ください。よろしくお願いいたします。はい、そしてその次にエンジンマークかな、撮っていって見ていっていただければなと思いますけども、はい、いかがでしょう。基本的に綺麗でしょ。めちゃめちゃグスグスっていうわけではないのでね、ただまあ多少ね、やれてる部分もありますんでね、その点はもう、まあ、見ていただければ分かるやろうと思うんですけども、そのやれてる中でもですよ、
を基本的にこのような形でですね、まあ、基本綺麗じゃないでしょうかね、まあね、ご納得、ご安心、ご安心というかご納得というか、ね、ご納得かなしていただければなとは思います。はい、ね、もちろんこちらの車両ね検討していただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。はいね、基本的になんですけども、ね、多少の呼吸等はございますのでね、その点はご了承ください。ね、前とかね、どういつもね、これで言い過ぎてるのか知らないんですけども、ルバイドとかの問い合わせで、すいません、コキズって言ってたんですけど、わからないです。見せてください。いや、動画見てわからへんかと、わからへんよって言いたいのは確かです。はい、そしてですね、マフラーなんですけども、マフラー、多分はですね、一回ね、右にこけてるんやと思います。マフラー先も映しましたけども、ちょっとね、傷ついてますのでね、ただね、思いっきりこう、ね、かなり滑っていったっていうわけじゃないのかなとは思いますけども、マフラーに傷ありますので、その点もご了承ください。よろしくお願いします。はい、そして、サイドカバーはいいですね、そんな感じで、まあ、塗装の小傷等はございます。はい、そしてシートになるんですけども、シートもね、基本的にやれ等はございます。はい、多少なんですけどもありますので、ね、その点もご了承していただきたいなと思いますけども、大きな破れ等はないのかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そしてその次に、テールカール周りになるんですけども、テールカール周りいかがでしょうか。小傷とこことかもね、よく見ればなんですけども、ここが映ってるのかな、まあ、こんな感じであったりします。そして、テールカールの端っことかもね、こちら見てわかるかなと思うんですけども、こういった小傷等がございます。よろしくお願いいたします。はい、そしてギアホイール周りなんですけども、こちらもね、この都度よね、多少のやれ等はございますけども、基本的には綺麗じゃないでしょうかね。サスペンション周りとかいろんなところもご覧になってくれればなと思います。はい、そしてですね、こちらのリアタイヤもですね、残り山溝具合でいうと大体なんですけど、こちらも8分山7分山ほど残ってるんじゃないかなと思います。基本的に山は高めです。はい、なのでですね、基本的にまあすぐ交換の必要はないかなと思いますけども、新品がいいんやっていう方はね、ご相談くださいね。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、反対側に取っていっていただければなと思います。はい、ちょっとね、横に傾けさせていただきまして、ちょっとご覧ください。よろしくお願いします。はい、今ね、多少のね、本当に小傷等はね、ございます。はい、それもはっきりね、見ていただいてもらってるわけなんで、ね、この嘘つけるわけがないので、ね、嘘つくことはないですけども、ね、だから、基本的にね、綺麗だったら、綺麗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 っていうような形になるとは思うんですけども、多少の小傷等はありますと。言っておりますのでね、その点はね、もうご購入者様でご納得していただければなというポイントにはなってるんで、よろしくお願いします。左側のエンジン周りとかもいかがでしょうかね。基本的にも本当に綺麗なんですよね。まあ動画で見たそのままとは思うんですけどもね、基本的に動画ではね、基本的にね、綺麗にすることがちょっと難しいのかなと思います。写真とかはね、多少できるんかなと思うんですけども、ね、してないですよ。してないですけども、基本的にね、動画では綺麗にはできる。はい。まあね、本当にね、全体的にね、まあ、左側になるんで、単語の左側になるんですけどもね、こことかもね、若干の、ね、傷をついている部分がございます。はい。いかがでしょうかね。よろしくお願いいたします。まあ、本当にね、まあまあ2004年の中古車っていう普通の中古車かなと思います。多少のやれ、小傷等はございますけどもね、基本的にコンディション的にはそんなに悪いものではないのでですね、もう本当に、こんな車両が欲しかった、探してたっていう方の250の車両ね、まあ、今はね、本当にドラッグスターの250とかね、まあ、イントルーダーの250とかいろいろあると思うんですけども、250のアメリカンっていうのは数少ないと思います。本当に車種が少ないんですよね。そのさなかですね、本当にもうね、乗り友も増えたりしてね、やっぱり人気が高まってるっていうのがあるんでね、なかなか手に入れられにくくなってきた節もあるんですけどもね、なんとかご用意させていただきましたので、ぜひご検討していただければなと思いますので、よろしくお願いします。その次にエンジンかけたいなと思います。
ですね、エンジンの調子はもうバッチリですね、基本的に指導性も良いです。そしてですね、エンジンから気になるようなガチャガチャしたような色になっておりません。まあ低回転も安定しておりますし、ね、気になるような発電も吹いておりますので、エンジンの調子はもうバッチリじゃないでしょうか。よろしくお願いいたしますね。まあご安心していただければなと思いますよ。でね、そして、こちらの車両なんですけども、ちょっとね、横向けてまたがっていきたいなと思うんですけども、私の身長が172センチになりまして、そんな私が乗ってこんな感じですんで、基本的に、足回りとノーマルシートもノーマルになりますんで、こんな感じで170センチの私が乗ると、まあ、左右ともね、足がもうガーリついてるのは確認していただけるかなと思うんですけども、とりあえずは膝もね、まだ曲がっていると思いますのでね、この身長の低い方とかでもね、全然ご安心いただけるんじゃないでしょうかね。まあその身長に応じたようなカスタムとかできますからね、身長アンコム以外にね、それでただサスペンションを変えてみたりとかもできますんでね、まだまだ余力はあるんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、乗り心地で言うたらなんですけど、基本的にはもうノーマルにはなりますんで、ね、ハンドルとかもノーマルなんでね、もう普通に乗りやすいっていうところです。大体ね、まあ、日本のバイクっていうと大体なんですけど、基本ベース170センチの人向けに、基本を作られてるんですよ、日本車って。っていうところがあるんで、私が持つとですね、本当何もかもがしっくりくるんですよね。ステップに足を置いてるところで言うと、本当こんな感じになるんですけども、このもうハンドルの位置とかね、ステップの位置とかで言うと、ほんとぴったりズボーンみたいな、そんな感じになってるんですけども、ね、至って乗り心地がいいでしょっていうところにはなると思います。もうね、乗り心地悪いとかいいとかっていうのはですね、本人次第っていうところもあるんですけど、それね、私自身はですね、至って普通の乗り心地やなと思います。はい、乗りにくいとかはまずないと言えるぐらいですね。まあ極端な話、ハンドルがこんなところにあったりとかね、こんなところにあったりしたらね、腰にまああれかなとかいろいろあるかもしれないんですけども、至って普通です。見ていただいた通りです。腰が曲がってるわけでもないですし、極端に曲がってるわけでもないから痛くもならないし、ね、足も普通に届きますしね、本当にね、もうこれはね、普通のノーマルなので、普通にまあ安心できるぐらい、安心できるとかね、基本的に乗り心地がいいというところになってるんじゃないでしょうか。ね、よろしくお願いいたします。まあ、これからの季節ですね、ほんとね、もうね、いろんなところにもう年250で気兼ねなく行っていただければなと思いますんでね、ぜひぜひこちらの車両をご検討してみていただいてはいかがでしょうか。ということで今回はエリミネーター 250V をご紹介させていただきました。今回もありがとうございました。